私はビシア星座所属のコンシェルジュ、デュプレクスよ。指揮官君、時間は待ってくれそうにないから。はい、これ今日のタスク表よ。早く政務を始めましょう。かの対戦では通称破壊作戦に参加し、後に沈んだり浮いたりしたシュフラン級の従順、デュプレクスよ。ビシア星座のコンシェルジュもやってるわ。ねえ指揮官君、ここではお互い仲良くしましょう。今日のことは絶対に今日片付ける。指揮官君、覚悟はできていて。その日の政務を片付けなければ時効性がなくなって翌日のリスクになってしまうから、政務を全て終わらせないと休めないの。わかる？終わらない仕事があるのに休まなきゃならない時の体中がざわざわしてイラッとする感触、あれは本当に最悪よ。政務、政務、政務、政務ってまた新しい政務ね。こんなのとてもじゃないけど無理。指揮官くん、いつからいたの？ない、この間の買い物で買ったものがまた見つからなくなった。指揮官くん、どうすればいいかな。クレマンソー様みたいなマネジメント力があれば指揮官くんの休憩時間を確保できるんだろうけど、ごめんなさいね。あら、これが指揮官くんのストレス解消法ってこと？なかなか個性的ね。指揮官くん、その手は何を？ワークライフバランスね。つまり休んでほしいってこと？指揮官くん、感謝するわ。仕事の原因が見つかったわ。指揮官くんね、指揮官くんのせいだよね。こんなに多くの政務を前にして顔色一つ変えないなんて、指揮官くんって本当にすごいわ。私ももうちょっとしっかりしないとね。だって指揮官くんのお姉ちゃんなんだから。指揮官くんの前だと思わず気が緩んで、挙句指揮官くんに頼ってしまって。ううん、このままではダメね。デュプレクスは指揮官くんに頼られるお姉ちゃんにならないと。指揮官くん、賭けでもしない？ねえ、もし今日お姉ちゃんが前倒しで政務をこなせたら、指揮官くんの休憩時間を全部。いいの？わかったわ、絶対に負けないわよ。というわけで今日の夜は勝負ね。もう全部計画通りバッチリだし。待って、こんな時間に追加の政務ってそんなことある？指揮官くん、どうしたの？政務が終わって早々声をかけてくるなんて。目を閉じてって？いいけど何よ。はい？これってもしかして私に？急に涙が。やっとこれを手に入れたわ。